8月2日四国ローソン459店舗突破記念キャンペーンに関する報告及び試食会が県庁で行われました。中四国ローソン支社愛媛支店の竹地支店長からは、本日松山市の千船町4丁目店のオープンにより四国で459店舗目になった旨が報告されました。記念商品として約2週間四国地区のローソンで発売され、中予地方の鯛めしや南予地方のじゃこ天が入った四国うまいもん弁当を試食した加藤営業本部長は、とっても美味しい、鯛めしだけで満足と感想を述べました。